この大雪の中、札幌市の公立中学校97校などでは生徒たちが雪の中登校、3学期の始業式が行われ抱負を語りました。委員会活動しているので、それをきっかけにもっとたくさん苦手なことを克服できるようにしていきたいです。一方、北海道大学には明日から始まる大学入学共通テストに備え、受験生たちが下見に訪れていました。こちらの受験生は会場到着まで予定より45分も長くかかったといいます。なんか駅まで車で行くんですけど、その車がちゃんと進むかとかすごく心配です。北海道大学によりますと、今のところ明日の試験は定刻通り始められる予定だということです。